さん倒して、ネスキさん倒して、3回戦でプロタマダムさん倒しての、レインさん倒して、梅木さん倒しての勝者が優勝。すえいや、そう、熱いですね。おレインエムはレインさん勝ちましたね。2-1でレインさん勝ちと、吉本ゲーミング所属のレインさん勝ちですね。さあ今から始まるのは、R2G、H2G 選手と吉本ゲーミング所属レイン選手の試合ですね。ルーペナー、まあやはり武器なウルフと、まあ、どちらもメインのキャラクターを出してきましたね。さあステージはポケモンスタジアム、どういう試合展開になっていくのでしょうか。いやもうかなり最初からこういいファイトですね。かなり殴り合ってるイメージですね。さあウェイキョで浮かして、さあこのルキナというキャラクターね、こう展開取った後が非常に強いということで言うんですけども、さあしっかり上火で反撃取っていく、逃さないですね。さあこれはジャンプ読んで吹き苦しい、しっかりおよ上火で上から吹き、ああすっぽ抜ける、今話題のルキナのウエスマのすっぽ抜け。さあ危なかったけど間一髪でしたね。それでも一回展開取られるとね、こうパーセント見てもらえば分かると思うんですけど、113% のかなり数字が赤くなっちゃう。さあ今のはガードが漏れたか。さあ崖離し食う前にウエスマッシュ当てていく、素晴らしいですね。さあ1ストック先行してきたのは HG ルキナと、さあもう危ないんじゃないかこれ、横身しかないぞ。さあ前に投げて展開継続、ジャストガードそこで挟むか、下強で H のターンが止まらないと思いきや捕まれていく。さあここで撃沈していきたいが、どちらも強気ですね。さっきから崖上がりが崖離し攻撃しかないんじゃないかってぐらい強気なんですよね。横スマッシュ飛びすぎ。さあレイン選手これは少し苦しい展開になったのではないでしょうか。前投げジャンプを読んでいたか。さあこれは少々危ない、横蹴合わせにいったか、さあ上スマッシュ当たらず、さあ追い詰められてますね。空中後ろ狙っていく、怖い。さあ1回展開取ると強いか、しっかり回り込んで差し返している、痛い痛い、掴んでいる、しかしに対応している、掴んで投げて危ない、も怖い、あこれはさすがに空中後ろで3つですね。なんかウルフがスポに出されるたびにもヒヤヒヤするんですよね。ルキナの復帰阻止の性能もあって危ない。さあ1ストック取ったけど、まあやはり依然苦しい状況ですね。先にあの越井選手が2ストック取ってたので、さあ上 B の反撃素晴らしい、しかしつかみ反応している、上強で浮かせて上着地が苦しい、崖しっかり崖に逃げると、下スマッシュ壊しに行く。アップデートでねちょっと弱くなったんですけど、ちょっと弱くなっただけでまだまだ強いっぽいんですね。上前からリターンを取りたいところだが、しっかり掴んでいる、掴んで外に出して苦しいぞ、空中前でさすがにこれは激痛ですね。最初から最後までかなり H2G ルキナのターンがずっと継続してたイメージでしたね。それでもレインさんはかなり攻撃の手を休めることなく、さあ2戦目キャラは変わらずポケモンスタジアム、やはり選ばれやすいですねこのステージ。さあ2前からコンボが痛い 34%、ね、ウルフもかなり負け強いんでね、空上に置いとくと当たるっていう。さあその馬鹿石しっかり見てから掴んでいる、ここら辺の丁寧さがね素晴らしいですね。さあこのステップ戦制してターンを取りたかったが、
一回こうなんか植木なんで植木なんか当たろうもんならもうどん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 こう火力を稼がれてしまうので仕事にはなかなか当たりたくないところでありますが、クーフェイの判定が硬すぎる。剣と勝ち合って勝ちましたからね今。さあシールドブレイカー強力に狙っていきますね。当たろうもんならシールド割れて撃ついてることもありますからね。さあパーセントほぼ五分状況、横スマッシュ狙っていく強気。さあ崖掴む、それガード張るわ。しっかり復帰掴んでいる。タイミングは絶対にミスらない。もう一回掴んで投げる。何回やんのと何回やるんですか。お今度は返っていく。3回やってしかも3回全部しっかり掴みで取ってるところが注目のポイントですね本当に。そろそろなんか違うの来そうだなって思って別のところに意識を向けそうなもんなんですけど、しっかり見てから掴んでましたね。という間にこう後部状況からこう制していったのは宇宙人ルーキーなど。さあここ返したい。横強を狙っていくがギリギリ上浮かされると苦しい。しっかり普通の回避をね通していきますね。空中ショー崖外出るともう怪しい。危ねえしっかり回避挟んでましたね。ちょっと難しい上強を狙っている。上スマッシュで反撃。さあまたもや先ほどと同じように2ストップ先制したのは H ジルキナ。さあさすがに苦しいかこれは。まずは1ストック撃墜したい。ジャンプも読んでいる。掴んで後ろ投げ、これはまだ次ぐらいですかね。復帰阻止狙っていくが、これはしっかり受け身取っている。危ない怖い。下京しっかり掴んで後ろに投げて展開を取っていく。丁寧に掴みを通していく。しっかり差し返して丁寧ですね本当に。いいえここ差し返していく素晴らしい。おお強気ですね。崖鼻軸の前強気ですね本当に。で通してウルフもねこう乗った時の火力が高いことがね強いところなんですけども、ステップすごいなすごいステップだな。これはマベコンとりあえず外に出す。掴んで後ろに出す。外に出して復帰阻止狙ったがギリギリ下スマッシュ壊しに行く。怖いジャンプしよう。空中後ろで撃墜。でしたね A でしたね